皆さんこんにちは東京安定協会のモーセデニシヒカルです、えー、今日は喜びを感じた瞬間というテーマにお話しさせていただきます、えー、私はですね、えー、月に2,3回ほどですね、えー、音響のアシスタントの仕事をすることがありますいろんなですね、えー、現場に行くんですけれどもこの前ですね、えー、初めて、えー、野外の ステージのです、ねえー、お仕事がありました横須賀のです、ね、山の中,で、えー、の中にです、ね、レストランがあるんですけれどもそこの野外ステージで、えー、サルサですね、えー、中南米の音楽ですけれども、えー、そのサルサバンドのお,お仕事です、ね、に行ってきました。で 夏ですので非常に炎天下の中ですねお昼の12時ぐらいから夜の9時までですねお仕事をしたんですけど本当に山の中でですね最後の片付けの時もあまり明るくない中をですね片付けるようなそんな状況でした。そんな時にでですすねねまああの片結構です、ね、あのの結構 広いステージではなかったんですけれどもそれでもですね、えー、バンドのメンバーだけで10人いるぐらいの結構、もう足の踏み場もないぐらいのですね、えー、感じで機材やケーブルがあったんですけれども、まあ、それを片付けてですねしかも山の中なのでこの通路も整っていないんですね。まあ、ちょっと草むらを 分けててて通っていて荷物をステージから下の方に車の方に持っていくというようなそんな現場でしたであらかた7割程度ですね片付けたが終わった時だったでしょうかそのバンドのメンバーの方がですねあれ何か落ちてるっていうふうに言ってですねそれをですね拾われたんですねそしてその拾われたものをよく見るとですね私のですねズボンに引っ掛けていたはずの レンタカーの鍵の,です、ねそのえー、キーホルダーの部分がです、ね、転がっていたわけなんですね。でそれを見て、ね、あ、それは私のですっていうことになってそのキーホルダーを受け取ったんですけれどもそのキーホルダーを見てです、ねえー、びっくりしました。なんでかと言いますとキーホルダーの先にです、ね、鍵がついていないんですね。えー、私はです、ね、もう青ざめてししままいました えなんでかと言いますと先ほども言いましたようにえ今回はですね野外ステージでのお仕事だったんですねですのでもう外なわけなんですしかもその明るい電灯などがあるわけではなく所々にある間接照明とまステージの上では あのいいのの照明明をいいてたででそとすね、えー、私の、えー、首にあったヘッドライトですねそれだけで探すということになったわけなんですねでまあ動線はですね限られているので、まあ、そこを行ったり来たり探しながらですねそして皆さんと出演者の方や裏方の方にお願いしてですね、えー、この鍵をですね一緒に探してもらうようにお願いしましたで 当然レンタカーなのでスペアキーもないですし、まあ、スペアキーを持ち歩いている人もそういないんじゃないかなとは思うんですけれども、えー、非常にですね、あの困った状況になりました繰り返しますけれどもあの野外でしかも夜で、えー、明かりもそんなにあるわけではなくそして草むらもあったりする中でですね、これは鍵が見つかるんだろうかとすごくですね、あの真っ青になってしまいました。 でこのお仕事をです、ね、受けられたメインの武漢さんは次の日朝9時からあのもう仕事が入っていて今日帰ったらその,その時帰ったら機材を下ろして新しい機材を積み直してすぐに出発しなくてはいけないという話を聞いていたので最悪、鍵が見つからなかったら何とかしてこうその人だけでもあの東京に横須賀から送り返さないといけないというようなことをです、ね、考えたりもしました。 で聖書にはですね、すべてのことについて感謝しなさいということとですねあの、祈り求めなさいということが聖書には書いてあります。えー、ですので、私はですね、急いで、えー、家族のグループ LINE にですねもうあの、探しながらですので、あまり細かく言うことはできなかったんですけれども、えー、こうやって鍵がなくなってしまったので、大変なことになった、見つかるようにすぐお祈りしてほしいっていうふうにですね、送りました。 家族からはですね、ハレルヤって神様を賛美する言葉ですけども、ハレルヤだったりとか感謝だねっていうような言葉が返ってきました。で、私もですね、えー、一つ一つこの感謝して、神様にこのことも全てのことを働かせ、益となると聖書に約束されているので、そのことをですね、感謝をしながらあの鍵を探していました。で、感謝をするとですね、この不思議なことにこれはなんか思い込みとかそういうふうではないと私では理解してるんですけれども、 あの鍵はその段階で見つかってはないんですけれども、まあ、見つかったとしても見つからなかったとしても神様の最善がなされてるんだっていうふうにですね思いが与えられてきてすごく冷静になったわけなんですね。でまあ言ってもまあ困りますので私が困らなくてもそのお仕事のね物体、えー、監督の方は困りますのでそこから探していったらですね、えー、なんとですね20分 ぐらい経ちましたでしょうか鍵をですね見つけてくださった方がいたんですね本当に奇跡としか言いようがありませんでしたあれくらいあれぐらい暗い場所でですねしかもあのキーホルダーは赤だったので目立つんですけども鍵自体は黒とシルバーなので見つけにくいものだったんですねでその舞台監督さんですねあの私が牧師であることは知っているので、えー デニスさん神様に見捨てられてませんでしたねっていうふうに最後声をかけてくれたんですけども本当に神様はですねこ守ってくださって特別にですね本当に祝福を与えてくださいました、えー、喜びを感じた瞬間最後までお聴きくださりありがとうございました。